西東さんは、山形県米沢市と福島県山郡、北塩原村の境界に位置する火山。万代朝日国立公園に属する。東西に主軸を持つ東連邦を構成する山の一つで、標高は連邦最高の2035メートル。大宇山宮区でも岩手山に次ぐ高峰である。連邦の西側の主流に位置し、両線の北北東に中大いただき、西南西に、 西尾頂が続く。山頂に三角点はなく、樹林に囲まれ、眺望は効かない。東連邦の東側には、東あが山、一彩共産があり、中央には、東大頂、中あず山がある。東連邦は、海底から隆起した新大三基層を基盤岩とし、 その標高は1400から1500メートルと高く、土湯峠や谷自閉出現にその路頭が見られる。火山噴出物の層は厚いところで500から600メートル程度である。西安ずさんは清掃火山型を停止、山頂には火口が確認される。火山活動は更新予中期の終わり頃に始まり、更新予末期には原型が出来上がったと推定されている。 標高線4 0 0メートル以上は山頂まで、大白びそ、小蜜が、北御用などの赤山対新葉樹林に覆われ、標高線4 0 0メートル未満には、ブナ大林が広がる。臨床には、千島笹が優先し、もみじから松、張り吹き、御用いちごカニ葉ウモリ、ツバメオ大トなどが見られる。山頂稜線の雪北草原には、盲前五家、渡菅、鎮車、 岩鏡、ひな桜、粘、ね、りのギラン、金庫家、宮間林道、岩井町、青のつ賀桜、小牧景層、南部高根あざみ、宮間秋の麒麟層、白山風炉、梅鉢層、白根人参などが咲く。古くから信仰の対象の山であり、山頂北側の天狗岩には、あずま明神のあずま神社が祀られ、主剣道の山とされた。 江戸時代の文化年間に編纂された、新編合図風土木には、東山東やがつ中東、西東ずとて三三さ並、そ西東ずまは村に属せり、昔日本穂高かを祭りれるシャーリ、小二名、ケディトウンとある。山頂近くには、無人の西東小屋が設置されている。ありがとうございます。